わからないって言われたそうです。ついに。そこで坂本先生は、ああ、騙されたと思ったらしくて、もうそこにも行かなくなったそうです。でも、症状治ってない。治りたいから、坂本先生もいろいろ探していくわけですよね。で、治療科の方、あるいはお医者さん、普段どういう勉強をしているんだというところで、本屋さんでこういう医学書をね、たくさん買って自分で調べ始めます。お医者さんも治してくれない、整骨院の先生も治してくれない。でも痛い。なんでこんなに自分は痛いんだろうということで、生理学、生理学とかいろんなね、生理レバー本とかも買って読み始めます。で、いろいろ買って読み始めて、だいたい1年間ぐらいかけて、全部目を通したそうなんです。でも医学書なんで、日本語だけど専門用語難しいところもありますから、医学辞書も買って、それに調べながら、なんとか目を通していったんですね。